渡辺綱、またの名を源綱、源頼光に仕えて生命と共に鬼を退治したこともあったが、そして夕顔の夫でもある。生命綱殿、夕顔は夫のある身でありながら生命に惹かれた。それを知った綱は嫉妬に狂い、道満と共に。上皇様、余計なことはおっしゃらずともよい。そうであったの。嫉妬もまた魔界の深き闇。夕顔、わしはもはや鬼に落ちた。もはや後には戻れぬ。綱様、私は余興じゃ。綱よ、お前と同じく深き闇に落ちた者を呼び出してやる。いでよ。なに、お前をその苦しみから救ってやろうと思ってんな。どういうことですか。その者と戦え。さすれば分かる。その者